われればありがたいなというふうに思います。大西健介君。これ労働移動支援助成金はぜひですね、この支給要件しっかり厳格にしてほしいと思ってるんです。でこれ先ほども言いましたけど、平成26年度に大幅に拡充されてるんですけども、これ前年度の予算額の150倍っていうありえない予算増がこれ起きてるんですね。でこれなんでこんなことになったかというとですね、ここにも書いてありますけども、産業競争力会議でですね、竹中平蔵氏がですね、先ほども大臣最初の方にすでに答弁されてましたけども、雇用調整助成金と労働移動の助成支援の助成金を一気に逆転させるということを発言して、その通りになってるんです。で添付スタッフキャリアコンサルティングはですね、先ほども言いましたように、プレゼン資料の中でですね、公的助成金の受給指導ということまで明記してるんです。どうやったらこういうお金をもらえるかと。でそれでビジネス拡大をしているわけですよ。竹中平蔵さんはですね、産業競争力会議の委員であると同時に、パソナの会長なんです。ですからこれではですね、まさに人材ビジネス業界の利益誘導画伝飲水と言われても私は仕方がないんじゃないかと思います。まさにですね、これ一億総活躍社会と言いながら、実際はその真逆の安倍政権は解雇ビジネス、首切りビジネスを応援しているということじゃないんですか。そうだ。これ加藤大臣せっかく来ていただいてますから、これ聞いて今日の